お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クララをやっていくんですけど、今日はね、こちら、エリゴレスパーキーになんと、ロケットと、鏡ですね。はい、ミラーが入った、まあ、言ったらチンデッキなんですけど、こちらをね、今日は紹介していきたいと思います。で、あー、ネタなのかと皆さん思った方はネタじゃないです。これ、ちなみに、こちらね、ランキングなんと SK フロビーさん。海外の、まあ、元プロかな今はわかんないですけど、が、このデッキでね、実際に世界3位行ってます。で、マッチングを、で、見たんですけども、マルチでこのトロ対上位で13勝1敗とかでしたよ、ね。1回しか負けてなかったんですよ。このデッキで。やばいんですよね。というわけは。というわけでやばいんですよ。まあ、使うのむずそうなんですけど、グラチャでね、ここまで来ました。というわけで。やっていきたいなと思います。で、まあ、なぜミラーとなって強いのかと言いますとですね、まあ、最近ね、ファルチェ、皆さんよく見るのではないでしょうか。他にもまあスパーキーなんで、エリゴレスパーキーのファルチェ入り、デッキなどもありますし、まあ、言ったらファルチェバルーンとかもありますし、エリゴレもね、いますのでね、そういうのに対して、エリゴレダクネとかですね。に対してロケットがやはり結構刺さるよねっていう、ファルチェにロケット打てますし、エリゴレダクネ来てもロケット打てますし、スパーキーにもロケット打てますっていうので、ロケット採用。そしてこうミラーがね、えぐいぐらいいい味出してるんですよね。エリゴレとかスパーキー、まあ例えばファルチェにロケット打ったらケツからスパーキー来ちゃったみたいな、もう一回ロケット打てます。ありがとうございます。はい、でそういうことがねあります。でじゃあスパーキーケツから出します、ロケット打たれます、もう一回スパーキー出せます。はい。おかわりありがとうございます。というところで、意外とね、ロケット環境っていうのが今結構ありまして、だからこそロケット枯渇させる、ファルチェ、そしてスパーキーがね、同じ一緒にデッキに入ってることがよくあるんですけど、まあ、それに対、それにね、活用のデッキみたいなところはあります。なんで、こう、似たデッキ対決になった時に、絶対勝てるよねっていう、はい、わけですね。はい。という感じで、相手はペッカですね。全然もう関係ないで聞きちゃいましたけど、あ、でもこれは惜しい。で、これは、悩みますね。コウモリとスケとかでいいかな。で、ペッカで受けてきたところをスパーキーで回収しようかね。これザップ打たれるでしょう。打たない。まあ、あれさっき打ったわ。さっき打ったっけ？待って、全然覚えてなかった。これザップ打たれるとなかなか苦しいです。打たれないことを祈りつつ、いで、オブで、オブで、まあまあいいハサミだったんじゃないでしょうか。で、これ、絶対有能で受けてきます。アドを相手に取られてるんですけど、エレクトロウィザードも割いて、ザップも割いてるんで、ここのスパーキーをリセットできないですね、相手は。ですので、ここね、エリコレつけるだけで、相手はね、もう、おじいじいと言ったところで、まず1本。なんですけど、ここ、エグいアド取られますね。こっから相手に4アドいっちゃうので、工場はね、ファルチェでしっかり溶かせるんですけども、こうペックがね、厄介かなと思います。ペッカ、オッケー。これはね、もう気合で耐えるしかないね。もう正面に置いて、でもザップ使ったので、ワンチャン折られちゃうんですけど、まあ、カウンターに繋がればいいかな、のスパーキーですね。ギリ耐える。あ、耐えないです。はい。なんで、ここは一発打つよね。オッケー。はい。で、ここに対して、まあ、相手は、後ろからそう、多分コストが多分余ってるのかな。ゴーストとか割いて、エレキ直当てだと思うので、もうここにロケット打っちゃいたいね。はい。ごめん、やんちゃいすぎた、さすがに。あ、でももう、ね、こういうことなんですよね。今のエレキ当ててくるのか誰でもわかるじゃないですか。じゃあ、ロケット打っちゃおうっていうやつですね。はい。という感じで、リゴレが削ってくれるんですけど、まあ、一回ね、ここは無理に攻めずに、後ろから行きましょうと。スパーキー出して、スパーキー相手がきついのであれば、いっぱい出したいんですけど、まあ、めっちゃきついわけではないと思うんですね、相手。いっぱいいるんでね。エレキもザップも遠距離のマジアチャもあるので。で、ここで、スパーキーに確定でエレキが来ます。ということで、こっちが攻めちゃいたいですね。お、おいしおいしおいし、これさ、相手守れなくない？これ、やったっすよね、これ。で、これで、まあ、攻めはいいんで、あとじゃあ僕は守るよーって感じで守ります。で、スケで、しっかりペッカで受けれるので、受けてあげると、気づいたらね、ロケット圏内。ビヨーンって感じで打つ間もなく終わりましたと。結構いいですよね。スパーキーって結構、ペッカ工場の、ペッカラムとか、ペッカに弱いんですよね。ペッカ
で、基本的にスペルがザップ、そしてエレクトロウィザードがね、入ってることによって、ペッカデッキとスパーキーデッキって基本的に、ペッカデッキの方がね、若干相性いいんですけど、まあ、世界変わりましたね。はい。もうロケットはね、あんまり今回活躍しなかったんですけど、まあ、エリゴレが強かったかな。たまたま。あとはスケとコウモリで、回転速くて、リクもね、受けれて、まあ、ザップ枯渇みたいなのが若干ありましたけども、あとファルチェも強かった。という感じでね、結構、いい感じに立ち回れたのではないでしょうか。というわけでですね、皆さん、というか、誰にでも嫌いなものっていうものがあると思うんですよ。逆に嫌いなものがない人は、人生も楽しすぎるのか、逆に楽しいのかもわかんなくなってくる。嫌いなものがあるからこそ、まあ人生はこう、いろいろね、こう好きなものがこうあり、いろいろ楽しさもあると思うんですけども、二十歳のガキが何言ってんやと思って聞いてください。まあ、そこはね、正直どうでもいいですし、嫌いなものがね、もうやってきましたね。前回の動画の終わりにも言ったんですけども、花粉がすごくて、もうね、すごい苦しいんですよ。最近、てかもうほんと昨日ぐらいから鼻水がやばくてですね、多分秋になってきて、風が吹き出してかなんかわかんないですけどね、また花粉がなんか、多分飛んでるんですよね。なんかそれによっても、鼻水がね、マジで止まんないんですよ。本当にこれ地獄ですわ、もうね。知ってる人はね、皆さん知ってると思うんですけど、マッチング長いんでね、今日はちょっとゆっくり待とうかなと思いますね。ちょっとカットするときもあるんですけど、ちょっと話せるなと思って、はい。花粉のね、辛さを経験したことない人はね、まあ、もう、スルーしちゃっていいんですけど、花粉経験したことある人はわかると思うんですけど、もう無限にですよ。どんだけ、鼻噛んでも、鼻水出ますし、どんだけ耐えても無限に出てきても地獄なんですね。本当に辛くて。で、もうすったりして乗り越えると、結局後々こう苦しくなって、なんか余計苦しくなるみたいな。じゃあどうしろっていいのっていう感じなんですけど、本当に、どうにもできない。薬飲むけど、まあ、限界があるみたいな、ちょっとね、若干切れちゃってるんですけど、花粉にね。はい。マジで学生の時とかにも、なんかテストの日にこうみんなやっぱ静かにね、こう、まあ、テストの日と言いますとか、テスト受けてる時ですよ。静かにこう受けるじゃないですか。英語のね、テストだったんですよね、その時で。なんかリスニングとか、やっぱそういうのがあって、リスニング中に、ですよ、僕もその日花粉やばかったんでね、こう、リスニング問題、待てよ、違うかも。それは咳か。あ、それは咳だ。すいません、ちょっとね、違うこと言ってた。それはもう忘れてください。はい。なんと、ちょっと話ちょっとミスりましたね。まあ、そういうこともありますね。はい。もう、止まんなくてね、はい、辛いです。マジで嫌いですっていう話です。で、まあ、一気に話なくなりましたけども。まあ、嫌いなものは他にも僕は蚊が大嫌いとか、まあ、キノコが大嫌いとかあるんですけど、本当にもう、僕の嫌いなものトップ3ですね。それが。っていうぐらい、もうマジで大嫌いなんですよね。花粉。なんで皆さんも、気をつけてくださいね、マジで。気をつけるも何もどうでもできないと思うんですけど、正直。よいしょ。はい、エレクトロウィザーが降ってきました。はい、なんで、これからちょっと苦しいですね。YouTube 撮るのも一苦労になるんですよね。マジで。こう、もともと、僕、鼻声チックな部分があって、まあ、その辺、すごい、嫌な部分なんですけど、僕にとってはすごい。もう花粉によって余計ね、こう、なんかしっかり喋らないといけなくなるっていう、この、ね、鬼辛いんですよね。花粉も死ねばいいのにって思いますね、花粉。マジで花粉アンチっすね。これザップ打たれるかな？回ってないか、さすがに。あ、雪玉だった。あ、まあでも、雪玉ということは、あ、でもこれ、待って、スケで髪止めると、全処理。で、これどうせタワーおられるので、ここ一回許容して、でも、ベビドラ処理しないと、ベビドラに無双されるので、回しつつ、これロケ速攻って、あ、遅いか俺の、いや、コストだ、コストの問題。俺なんも悪くない。で、ペッカが来たいけどコストないから、エレクトロウィズだ？あれ？はい、またクプリ、オッケーオッケー。はいはいはい、いい感じですね。で、エレキキ咲いたので、また後ろからね、スパッキー出したいなと思います。
これ厄介ですけど、まあもう少しするとファルチェを出せるので、落ち着いてファルチェを出して、焦らずねカウンターにつなげていきたいと思います。でこれ多分スパーキー出るんですけどね、この辺に構えて、うん、来んのかい、来ないならじゃあ行っちゃうよっていう、なんとエリゴリ2体。これ止まんないですね、さすがに。さすがに。で、これも、止まんないわ。うん、ロケット撃っちゃいます。エリゴレがめっちゃ頑張ってるのと、あとこのパピーじゃなくて、プッチョも頑張ってますし、はい。あ、イージー！いや、マジ、デッキがね、すごい面白いんですよね。で、じゃあミラー使いましたかって言われると、使ってないんですけど。今回ね、たまたま使ってないです、今回は。使うときは、しっかり使うんでね。はい。ふぅし。マッチングちょっと早くしてほしいですね。来た！うぅ、来た！よいしょ。はい、というわけで、あ！ギルトこいつ！週休！なんちゃら。これ、あれなんですよ。僕、グラチラやってて、この人に負けたんすよ。マジで。カッチーンって感じですね。なんで、これマジで負けたんすね、さっき。今回ぶっ倒したいと思いますね。ディガーゴブリンってことはロケットですね。これワンチャンロケット飛んでくる。カモン。ボムタワーロケットウォール。違う。いや、待てよ、でもこんなんだった、こんなんだった。待って、デッキが。デッキわかんない、待って、デッキわかんない。待って、墓石ゴブリンでしょ。うわぁ。あ、これでもザップ機でもコウモリミラーあるんですよ。来いよ。これ、俺が紹介したやつ、これ、昨日なんか YouTube に僕出しましたよね、これ。キョスケ、ファルチェ、バラン、リガ。それ。なんで、ファルチがありますね。このロケット撃っちゃいます。で、取れないのもあるので、ここで、追加します。ゴブリンがあります。はい。で、これによってね、相手はもう苦しいですね。あ、墓石、うちのスケルトンは頑張るよ。頑張れ。ランバーのこれもね、気分だから。え、これ待って。戻る。で、オッケー、いいよ。はい、でも、まぁ、ちょっと後取られたかな。で、このデッキ相手は墓石が厄介ですね。で、バルーンなので、まあ、バルーンなので、特にはないんですけど、まあ、バルーンディガーまであるので、攻めでロケット使っちゃうと、バルーンディガーをロケだけでは守れないっていうのが、またちょっと苦しいところではありますね。まだ、キョスケの爆破だけでは死なないよねっていうので、これワンチャン取り抜くる。音楽の取り抜き以外しつつ、もうこの、ちょっとね、コウモリこんな多いことあるっていう感じなんですけど。スパーキー多分君ない避けれるね。いいよ。いいね。で、スパーキーがきつい相手。ウェイ。さあ来ましたね、これ。おじいじいじゃないでしょうか？これはね、エリゴレで逆説っちゃいますね。よいしょ。運が悪いとファルチに歩いていくんですけど、オッケー。で、これは、コウモリからの2周目コウモリ、ここの下にやっとくと、オッケー、いいよ。相手も攻めたいけど防衛もしないといけないですからね。さあ、来ましたね、これは。もう右側ロケット圏内と、言ったところで、ラッツ選手、リベンジ達成でございます。これはね、まあ、負けた相手に勝つということはね、もう、ちょ必須ですからね、これ。はい。いや、こんでいきね、ネタなんですけど、ネタじゃねえわ。ネタではないですけど。グロ1行ってますかね、実際に。これ相手、1個取ったと思って必死に頑張るんですけど、僕これ気合で耐えますからね。あ、待って、あれ。やばい、シャッった。シャシャリ癖が出た。まあ、でも、さすがに止まんないよね。これ止まると俺、やばいんですよ。あ、でもスパーキーが運よくファルチに。まあ、一回面白くしようかなっていうところで動画をね。これロケット2周だと落ちないんですけど、ここは、ロケ防衛しちゃいたいですけどね。相手多分ロケットのそんな知らないですからね。これワンチャン取りに来る。だよねー。あ、でも、生きてる。来たー。これ、ファルチにロケット打ちます。そうすると、相手は、あ、待って。あ、入んな。入った。来た。オッケー。で、ファルチがいっぱい壊すでしょ？はい。で、からの、ロケットミラーやりたいですね。あ、終わった。なんかね、800ぐらい行くと、900かな？わかんないんですけど、鬱陶とかはないんですけど、その分ロケットミラーでね。はい、削れます。というわけで、ふぅ、よし、動画撮影ね、花粉症も乗り越え、もうね、リベンジも達成し、12勝もするという完璧でしたね。最高ですね。はい。というわけで、
シーズン大会もしてるので、またねこの動画も出したいなと思います。はい、ということで、12勝しまして、こちらのできない皆さん、弱そうと思うと思うんですけど、一度ね、お使いください。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、今日はねこんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。